はい、筑紫のアウトドアパラダイス、前回ですね来た時よりもだいぶ、出来上がってますね。こちらが受付になります。でこちらから入って、すぐ左手がですね、お手洗いですね。でこちらが女性用で、こちらが男性用ですね。はい、中に入るとこんな感じです。すごく綺麗ですね。木の香りがします。シャワー室が、こちらはトイレですね。お手洗いも自動で電気がついて、ウォシュレットもすごく綺麗です。トイレが2箇所で、奥にシャワー室がありますね。こちらも自動で電気がつきます。すごい綺麗です。シャワー室が2箇所ですね。こちらとこちら、でこちらにですね電源が引いてあります。ソケットがたくさんついてますね。で外に出ると、まだですね完全に出来上がってないんですけど、まあ入って左手に炊事場がありますね。ね。で、この辺りが、自転車ですかね。サイクリング。あ、先だけおそらく、こういうものも、作っていくんじゃないかなって感じがします。前回来た時とだいぶ変わってるところ、大きく変わったところはこの芝ですね。すごく芝がですね、素晴らしいです。これはもう手作業で、つけてるらしくてですね、子供たちにこうやって裸足で遊んでもらいたい、オーナーのですね心配りが感じ取れます。素晴らしいですよね。でこちら側が、バーベキュー会場のような感じになってますね。簡易的なこういうなんていうのかな、ハンモック的なものも置いてますね。でこのようにチェアがですね、置いてあります。バーベキューができるような感じですね。ハンモックがつけられる感じです。これも結構ですね高そうなバーベキュー置いてあります。こういうライトとかもですねつけられるみたいですね。よいしょ。こういうバーベキュー機器がですね1、2、3、4つかな、4つついてますね。
で、こういうブランコが置いてあります。子供用の滑り台とかもありますね。ちょっとした子供用のこうボルタリングね、ができる遊具も置いてます。ペグはですね、すごく刺しやすいです。刺すのがもったいないぐらいですね。ペグは刺しやすいですね。こういう感じで、刺しやすいですけど、刺してしまえば、まあ、こう結構長いですね。ペグだとそんな簡単には抜けませんので、結構使いやすい芝ですね。でまだちょっと、新しい芝、こんな感じですね。昨日一晩泊まったんですけど、非常に快適でした。本当にマット使わなくても芝がですね柔らかいので、ぐっすり眠れます。もしマットを忘れたとしてもですね、熟睡できるというですね。こういうちょっとしたイベント的なものもあったりとかですね。で昨日夜になった時に、すごいなと思ったのが、こういうですね LED、の、まあ、ソーラーライトですかね、こういうものが置いてあって、あちこちですねライトが、ついてですね、すごく雰囲気も良かったんですね。あとは一つの区画にこうやって電源が、あるので、例えば冬なんかですね、電気カーペットなんか、使ってですね、よほどですね大きな、おそらく電気カーペットじゃない限りは使えるんじゃないかなと思います。ヒーターとかですね。見てください、このなかなかこういう区画サイトはですねありそうでないですよね。で風がですね、意外に抜けるんですよ。そんなにこう大きな山とかがあんまり周りにないので、風が結構入ってきて涼しかったです昨日は。25度ぐらいだったんですけど、ちょっと扇風機かければぐっすり眠れる感じがしましたね。まあ画像で、動画ではですね前の撮影した、できる前のですね画像も含めてちょっとご紹介したんですけど、まあ、これからですね本当に素晴らしいキャンプ場に、なりますので、まあ、オープンの9月にはですね、ぜひとも皆様遊びに来られてください。オーナーもですね、非常に気さくな方で、本当に素晴らしい方だなと思いました。はい。ちなみに今回ですね、特別にですねちょっとお貸し、していただいて、利用したんですけど、まあ、車はですねまず、こちらにサイトの横に置いてですね、
で道具を全て置いて、まあ、テント張り終わったら別の場所にこう移動するような形で、使わせていただきました。まあ、ただ今後ですね、9月オープンになった時は、まあ、若干また、変わってくると思いますので、この辺りはですねしっかり、チェックして、ね利用していただけたらなと思います。まあ、こういうですね、素晴らしいキャンプ場は、大事に皆さんですね使っていただいて、マナーを守ってですね、ぜひとも使っていただきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。また詳しいですね、まあ、ことは概要欄に載せておきますのでそちらを参考にされてみてください。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。